くてへそなの。てかさ、ぼうくんちくみさ、1,2,3,4,6個あったよね、6つあったよね。8個ぐらいなかった。いや、6つだったんだけど、4つになってる。あれ、ぼうくんもう1個ちくみどこ行った？あ、あったよね。ぼうくん、隠れてここの、ここら辺にちくみあったのになくなってる。ぼうくん、ちくみあった、あった、あった。あ、違う違う、これさっきのもう一個、もう一つだから、やっぱり4つしかない。6つあったよね。ここのさ、お風呂動画とかでも出してたよね。あ、ちくび、6つあるんだ、みたいな。あ、あった、こんな上に、こんな上に。こことここなんだね。びっくりびっくり。どっか落としたもんね。あった。もう上手、もう上手、すごいね。そんなことないか。一番暖房が当たるところでも、この家で一番あそこに暖房があるから、こうやって風がこのままここに、このボークに風が、あったかい風がここに来る、よくわかってるね。人間よりも分かってるよね、気温のこと。残してる人僕、明日ご飯買いに行こうね。僕の食欲が最近やばいです。今まではあんまりご飯で、ここ1年半ぐらいはあんまり食にこだわり、食に興味がない感じで大変だったけど、最近はまたグルメになって公園でもどんぐりを食べてみたり。でもどんぐりはアクが強いから、食べちゃダメだから、もうどんぐり口に入れた瞬間にこうやって頭ペッて出せって言って出せ、出しなさいって言って、そしたら全部丸ごと綺麗に口から出す。いいなぁ。ぼうちゃんがパン食べようとしたから、つむちゃんもやめてよ。つむちゃん、どうせ食べないじゃん、出して。あの、今さ、枯れた落ち葉が落ちてるでしょ、外に。で、風でさ、落ち葉がさ、動くからさ、それに反応してさ、落ち葉を追いかけて、忙しいんだよね、お散歩中。一人で大慌て、動く落ち葉に。で、また口でくわえてペッて出すの。このペットフードの上に、お肉焼いて、
トッピングしてあげたり、カツオとかね、ちょっと安いお刺身のやつを買って、スーパーで安くなってお刺身を買って湯がいてトッピングしてあげるとすごい喜ぶ。なんかペットフードだけだったら栄養が偏るかなって思って、やっぱお魚の方が頭に良さそうじゃない、知らんけど、人間だけかもしれないけど。10時過ぎてるでしょ。この時間に行っちゃった。ほら、私来ちゃったよ。もしかしてこのポケモンパン、ポケモンパン欲しいの？ダメだよ、もう。僕いっぱい食べたじゃん。ヨーグルトも食べたし。わがままだよ、僕。食べ過ぎだよ。ね。あ、でも、ね。ね僕はいつも食べてるでしょ。先にやっぱ食べるじゃん。うん、Tシャツが再販されました。ショップの URL は概要欄とコメント欄に貼っています。買えなかったと後悔していた人もいっぱいいるので、一度チェックしてみてください。